こんにちは、ひかりです。今回はイベントでフリーマーケット出店してきました。本庄フルフェスティバルっていうね、埼玉県の本庄市で行われたイベントになります。ハニポンプラザっていうね、施設があるんですけど、そこの裏の駐輪場の付近で行われたイベントなんですけど、そこでね、ちゃんとひかりん埼玉の YouTuber のおもちゃ屋というね、名前で出店させてもらいました。ぬいぐるみ。やっぱね、イベント系とかはね、ぬいぐるみが売れるんですよ、フリマ。まあ普通にフリマ？普通のフリマでもやっぱりね、ぬいぐるみは売れますね。リサイクルショップに持ってっちゃうと、本当に安く買い取られちゃう場合が多いんですよ。専門店とかでレアなやつとかは高いんだけど、そう、だからそうじゃない普通の大きいぬいぐるみとかはやっぱね、フリマで売るのがいいですね。やっぱね、このね、ディズニーリゾートのベイマックス今回おすすめでしたね。で、クロミちゃんとかやっぱりクロミちゃん人気だね。あと、パウパトのこのバッグも売れましたね。最近 UFO キャッチャーで撮ったやつで。で、電流とか、お猿のジョージ、グレッグル。いいね。シナモロール。やっぱね、サンリオね、強いですね。ぬいぐるみでは一番。ポケモンよりサンリオが強いイメージあるけどね。あ、ミッフィーちゃんとかも人気なのかな。まあ、カービィとかも強いね。まあ、ポケモンももちろん強いけどね。あとやっぱ、すみっこ暮らしね、やっぱね、未だに人気なんですよね。まあ、もちろん、ちいかわとかには負けるけどね、さすがに。でね、ちゃんと2個100円っていうコーナーも作りまして、これね、コロコロの付録のベイブレードの箱っていうね。とか、まあ一番くじの解消でダブったやつとか結構入れましたかね。ドラゴンボール一番くじ最近結構やったからね。あとベイマックスの一番くじの解消とかも入れたかな。あれなんか入ってなかった、ね、今の。あ、呪術回戦ね。最近まとめ売り買ったんでね。それもなんかいらなかったやつは入れてますね。ちゃんとね、こういうね。紙に印刷もしてもらってます。すごいキャンプ用品もあって、これ結構レアなんだけど、解決ゾロリのスーパーボールっていう100円で売ってます。この辺が1個100円のコーナーかな。で、下は2個100円のコーナーでいっぱいもうザーッとある感じなんだけど、結構たまにね、ガチャガチャの被ったやつとかも入れるんで、そういうのが狙い目ですね。まあペンライトとかも2個100円ならまあ安いっちゃ安いけどね。で、フィギュア関係、まあ、ちゃんとね、相場よりも安く出してますよ。うん、このしんちゃん、しんちゃんの兄山さんとぼーちゃんもね、売れましたね。UFOキャッチャーで撮ったやつなんだけどね。そしてね、中山きんに君、このね、ちゃんとフルカラーのやつなんですけど、UFOキャッチャーで撮ったやつで、800円に値下げで売りました。で、これね、やっぱね、オリパみたいな感じで作ってあるポケカとかやっぱ売れましたね。やっぱ人気ある。みんな見てくね。一つ100円、一袋100円で、まあ、こんだけ枚数入ってればいいのかなっていう。あのマイナンのやつとかは僕のね、古いコレクションボックスから出たやつなんで、結構珍しいと思うんだけどな。ポケモンね。で、これ辺がまたね、あのベイマックスとかは一番くじのやつだ。ハッピーくじか。のやつだし、筋肉マンの帽子みたいなとか、仮面ライダーダブルとかもいるね。そう、2個100円のコーナーですね。で、これね、シャイね。シャイってどうなんだろうね。今、フィギュア人気あんのかな？安く売ってる気もすんだよね。で、中ばっかとかね、夏目友人帳。で、これ UFO キャッチャーで撮ったクーラとセルですね。で、トランクス。これガチャで当たったやつかな。で、スモールライト、呪術回戦とか、ラムちゃんとかもいましたね。で、アンパンマンね、意外と今回残ったんだけど、これかなり安いんですよ。普通2、3000円するやつじゃなかったっけな。そう、UFO キャッチャーで撮ったんだけど、うちは。そうそう、こういうのもあって。やっぱ今回はなんかね、ぬいぐるみよりフィギュアが売れた日でしたね。基本ぬいぐるみの方が売れるんだけど、この日はね、まあ、ちょっとお客さんも少なめではあったんだけど、フィギュアの方が売れました。お客数よりも客単価が良かったって感じかな。でもまあ金額で言うとね、そんな売れてないんだけどね。あ、でもこういうね、モフサンドとかチーカーみたいな最新の人気キャラはね、必ず売れますね。前回のイベントで出店した時もチーカーは全売れだったから、やっぱハングドンも人気みたいで、ハングドンも売れましたね。グーマちゃんも買っていただけました。僕のね、本庄 FM でやってるラジオのリスナーさんが買ってくれました。ありがとうございます。さあ、こんな感じでフリーマーケット出店しましたよ。あ、ルフィとかね、UFOキャッチャー結構お金かけて取ったんだけどね。安く出してました。はい。あ、提供品のね、このバッグも出してましたよ。お買い得です。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押してください。それではまた次回。バイバーイ。